こうかい。あっこ、うまっ。みんな大好き雲仙ハム。結局雲仙ハムができるんやろ、長崎の人は。東園木の道の駅もめちゃめちゃ好きなんですよ、はい、ヘルシー豆腐料理が広がってますが、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。渡り鳥と女の秋です。広瀬です。ということで私たちは今、はい、長崎県の大村市に来ております。今は大村公園。大村公園ちょうどね、はい、花菖蒲が綺麗な時期ですので、うん、はい、行ってみましょう。はい、じゃあ今日もレッツゴー。金吾さん気持ちいいですね。ここ気持ちいいな。非常に。おお、おお、めっちゃ咲いとるね。満開やん。一番いい時期なんじゃないこれ。、ね、一面菖蒲。肥後系だって。これは肥後系。城の城壁が見えてきたよ。ここは串間城。串間城、うん、別名大村城。さっき勉強しました。いつの間にそんな勉強。すごいすごい。すごいね。ピンクと紫と白壁と、あっちには大村庵が。ね、めっちゃいいとこ。綺麗やな、うん。白猫発見。やっぱお城におる猫なだけあって美形やぞ。爪研ぎよ。あ、なんかお茶屋さんがあるよ。お、お、梅ヶ枝餅があるよ。これは私の大好きな梅ヶ枝餅じゃないですか。え、でも梅ヶ枝焼きって書いてる。違うかな、梅ヶ枝餅と。分かんない。大の梅ヶ枝餅好きでしょ。はい、食べたいです。花より団子系女子。はい。あ、ほぼ梅ヶ枝餅やよ。そうやな、うん、めっちゃ暑い。めちゃ暑い。めちゃ暑い。熱っ。熱っ。熱やな。熱っ。熱やな。無理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 やろ。まだ無理だわ。まだ無理だわ。いただきます。おいしい。梅ヶ枝餅と似てるけどちょっと違う。こしあんなのと、うん、量がやっぱ違う。あんこの量が、うん、あ、はいはい。菖蒲綺麗でしたね。綺麗でした。菖蒲といえばね、大村競艇があるんですよね。ボートレース場、はい、隣にあります。ボートレース大村。勝負を見た後はそこで一勝負と決め込みたいとこですけども。それが言いたいだけでしょう。ということで、はいはい、今からですね、うん、長崎空港の近くに、うん、ちょっとね、珍しい砂浜があるそうなので行ってみたいと思います。はい、行ってみましょう。はい、これは大園公園かな。森園公園。あ、森園公園。ここに止めたらいい、いいみたいね。とっても気持ちのいい公園ですね。気持ちいいね、ここ、うん、どこにあるんやろうな。海の方に行けばいいか。そうやな。あっちがもう空港なわけやろ。うん。どれが滑走路なんやろ。滑走路は多分この横に、ほら横こう、そこじゃない。あ、そこじゃないでしょうか、うん、なんかキラキラしてる感じするよね。キラキラしてる。それな、どういう、どう珍しい砂浜な。これはな、うん、大村湾の水質改善のために、はいはい、灰ガラスを丸く削って、はい、再生砂を作ったんや。へえ。再生砂でできた砂浜、うん、ガラスの砂浜って。そうだよ、珍しくない。ガラスの砂浜なんや、うん、大丈夫、入ってて大丈夫、うん、あの、一応裸足では入らないでくださいって感じだけど、うん、丸くなってるから大丈夫。さりげなく傷つかんかな。人気だけにさりげなく、さりげなく傷ついたりせん、心が。あれ、ガラスの10代世代じゃないんですか。
アガラスの10代ガラスの10代を送られたんじゃないんですかアガラスの10代送りました。送りましたか、はい、誰推しですか。私は宇宙美工事推しでした。おマジで。あ、金骨はパンジーやったっけ。はい、はい、パンジーこと山本純一くん推しでした。でも分かるよ、なんかパンジーみたいな顔になっとるもん。光源氏世代ですからねさりげなく傷つかないように気をつけてくださいよ。はい、え、全部じゃないよな。どう、いや全部だな、これは全部、うん、砂とか混じってないよ。うわ、ほんとに全部や。あ、でも石もあった、普通の。念願かなってよかったな。念願かなったここに来たかったここは長崎に来て来たいところの一つやろ、うん、来たかった。すごいね、うん、綺麗、うん。はい、満足しました。暑くなったな。暑くなってきた。暑くなって食べたいものといえば、アイス。行きましょう。アイス食べ行こう。大村夢ファームシュシュというところにジェラートを食べに行きます。ジェラート美味しいんでしょそこ、うん、美味しくて評判らしいですね。はい、お、来たね。大村夢ファームシュシュ、分かりやすいね。うん、なんかいい、いいね。うん、いい感じ。いい感じやね。うん、大村夢ファームシュシュ到着しました。広い駐車場があるね。さっきのところから15分ぐらいです。うん、いちごが有名なんやな、うん、何かと、まあ、洋菓子屋さんもあります。はい、でアイスがどこにあるのかな。あ、こっちや、ほらログハウスアイス工房。アイス工房、うん、向こうです。ここがアイス工房ですな。やばいやばいやばい、ほらやばい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 、これはテンションが上がってきましたようわ、本日のおすすめこんな感じです。わ、種類が結構あるよ、ほら。うわ、迷う。イートインスペースも。パン工房もあるやん。うわ、これ迷うな。これは甘夏シャーベットとバニラダブル。うん、うんま、うん、目が覚めたやろ目が覚めるあっ、あっぶんなあっぶんな、これすごいあっさり、冷た冷た、これ美味しい。ほろ苦いのがいいな。ほろ苦、ちょっと今、うん、支配人の方みたいな人が来てここもいいけどもっと眺めのいいところがあるよっていうのを教えてくれたんで。あ、そうなん。ちょっと行ってみましょう、うん、こっちがいちご狩りとレストランがあるとこなんやけど、うん、そこのね、うん、向こう側のテラスって言った支配人の隠れ情報をゲットしましたんでぶどう畑のレストランめっちゃ気になるやん。あ、終了してるけど、ここも良さそうやな。良さそう、雰囲気いいやん。ランチバイキングと、あ、夜もあるんやな。あ、ここのこと、確かにすごいわ。プライベート感あるよ。あ、こっちね。あ、ここだ。あ、すごいすごい、すごい。あ、これはみんな知らんわ。これだったわ、これやったわ。ここで食べるべきでした皆さん食べる際はここで食べてください。これだわここレストランもめっちゃ眺めいいんじゃない。なあ、バイキングレストラン、ここ来たかったな。なあ、うん、大村本当にいいとこなんよね。なあ、ここおすすめやな。でもおすすめやな、うん、ちょこっと来るのに、うん、長崎空港に降り立ってすぐ来るのにもいいかもおお、大村湾が一望やな、うん、あー良いですね。今日は暑いね。まだ5月だよ。まだ5月だよな。
ツやんこれ。ツやんな。はい。で今からですね、はいはい、私たちのお気に入りの道の駅、東そのぎにありますそのぎの庄に向かいます。今日ねそこで今晩お世話になろうかと思っております。お願いします。はい。おー、眺めがいいですね。いいですね、絶景ですね。ドライブロードに最高ですね、ここは。最高のお天気に最高の眺めやな。うん、夕日が綺麗に見えるかもしれないな。なあ。はい、そのぎの荘。そのぎの荘、そのぎの荘。あ、そのぎの荘ですね。これ荘って読むパターンと荘って読むパターンあるよな。うん、ここの道の駅がもういいんだよね。前に一回立ち寄ってんですよね。そう、もう本当大好き。ぜひ皆さんにここを紹介したくて来ました。うん、そうそうそう。もうここは最高。結構もうトップクラス、今まで行った道の駅の中では。な、はい。そのぎの荘到着しました。やっぱこの時間、今何時ですかこれ今。もうだってね4時前でしょ。もう3時半やから。4時前はやっぱあんま日もないですね。ないない。まあ、人気の道の駅ですからね、しょうがないです。もずくだけあるな。はい、到着しました。はい、到着しました。はい、ここでご飯食べてお風呂入ります。温泉のすぐ下です。この温泉めちゃくちゃいいんだよね。めっちゃいい、大絶景。めっちゃいい温泉。大崎自然公園交流広場のとこの駐車場ですね。ここは何気に RV パークスマートクジャクソーっていうのもあります。その日のショーに行ったら、うん、ちょっと食材がもう なくなってたので、はいはい、近くにあるね食洗館大川さん、うん、はい、スーパーね、はい、そうか、もともと豆腐屋さんやったのかな。なんか大川豆腐店っていうのが中に入ってて、うん、なんかいろんな豆腐料理があったよね。うん、美味しそうやったから全部豆腐料理にしましたね。それがあまりにも美味しそうすぎたんで今日は豆腐尽くしのメニューです。豆腐グラタン、これ美味しそうやな。うん、麻婆豆腐うまそうやな、これも。で、私の大好きなピーナッツ豆腐、これが一番うまそう。色がいいやろ。色めっちゃいい。これ揚げ出し豆腐ね。ご飯炊きたかったんやけど、金骨が早く食べて風呂に入りたいということで、明るいうちに、うん、ご飯炊かなくていいってことなので、この温泉が大絶景やけんな。明るいうちに何としてもお風呂に入りたいんですよ。ご飯炊きたかったんですけど、うん、もう今日ご飯なしで。いただきます。いただきます。ヘルシー豆腐料理が広がってますが、何から行くんですか。めっちゃヘルシー。麻婆豆腐行こう。お、麻婆豆腐。うん、ご飯食べたくなる。ご飯食べたくなるよ、大丈夫。しゃれ。まあ、でもこの豆腐グラタンが結構ボリュームやから大丈夫じゃないかな。もう今日は何よりも風呂を優先したいというスタンスですね。うん、何よりも早く風呂に入りたい。めっちゃうまい、これ。めっちゃうま。うん、美味しそうだよな。めっちゃうまいよ。今日のご飯は罪悪感が全くないですね。罪悪感ゼロメニュー。罪悪感ゼロメニュー。ということはカロリーゼロメニュー。グラタンを食べてみたい。うん。ずっしりしてるよ。うん。何が入ってるのこれ。豆腐とかしめじとか。うん？豆のなんか形があるの。豆がある？あ、豆乳も入ってるって書いてた。あ、そうなんや。わ、これうまいな。美味しいな。豆腐とは思えないコクじゃね。うん。うん。これはおすすめします。ご当地スーパーやったな、完全に。うん、なんかご当地スーパーやったけど、こだわりメニューが結構置いとったよな。なんかちょっとしたカルディに見える時もあったよ。カルディに見える瞬間あったよな。あったあった。それぐらいなんかこだわったものを置いてたりしてたよ。うん、豆を感じる。これやったらでもほんとご飯食べんでもいいかも。ほんと？しっかりこうした豆腐やもんな、うん、しかもちょっとうちらさ最近太りすぎたからさ、ちょっと控えないとね。いや、これほんと美味しいわ。食べてみて、あのそのピーナッツ豆腐を。うん、あ、これすごブリン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 バンバンブリンバンバン。何かねえかなって今すげえ考える。出ないやった。わあ、うわ、
何もつけんで大丈夫それ。これめちゃくちゃうまい。これめちゃくちゃうまいよ。これ食べてみて。絶対好きだと思う。スイーツやろこれもうほとんど。うん、ほとんどスイーツやな。ごま感すごい。すごいやろ。ごま感がすごい。香ばしいやろほんでなんか。あ、美味しいな。うん。あ、美味しい。あ、ピーナッツやったな、これ。ごまじゃないよ。ピーナッツや。あ、ピーナッツなんや。めっちゃ美味しかった。オーカー豆腐、どれもこれも美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ、お風呂に行きますか。はい。明るいうちに行きましょう。川棚大崎温泉潮騒の湯、到着しました。さっきいた駐車場がもうすぐそこの下なんで、ここは大村湾のこの大絶景が露天風呂から見えます。サウナもめっちゃ気持ちいいです。入ってきます。はい、お風呂から上がってきました。あそこやっぱ最高ですね。600円で、ジャフ会員は50円引きな、うん、ってことはジャフ会員なら550円で大絶景やったな。大絶景やし、もう金骨はサウナから出ちゃ入っちゃ全然出てこん仕上がったわ。仕上がったね。整った。うん。はい、ということで夢ファーム大村シュシュのいちごジャム。これが果肉たっぷりプリ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 キュア5よそれ美味しそうやんな。なあ、こういちごのさ、そうですそうです。放題があったやん。放題？放題。取り放題のこと。取り放題取り放題。やけんさ、こんな安いんじゃね。いいですね。うん。いいじゃないの。程よい甘みと酸味が結構効いてるね。あんまし砂糖が入ってない感じ。あ、いいね。うん。変なもの入ってないわこれは。うん。これはね、いちご、砂糖、レモン汁のみ。やろ？うん。そんな感じの味です。あ、レモン汁でちょっと酸味を足してるところがポイントかな。それで酸味があるやな、うん、ナイスコーヒータイム今日は楽しかったですね。なかなかね。うん、楽しかった、うん、いい天気で日焼けした。いいところですね。めっちゃ焼けた。大村市、それから東園木、うん、どうだろう、空港があるけん、うん、みんなまあ通って長崎市内に行くわけやろ、うん、そうやな。一回はね、うん、ぜひね、空港に降り立ったらまあ立ち寄って観光してみるのもいいと思います ね、うんね、うん、今日私たちが行ったとこ最高やったな、うん、よかった。まあ、実はねこれ何日かもう滞在してるんですよね、うん、大村に、うんうん、今のところ行ったお店としては、うん、君の屋さん、うん、ラーメンとかね、うん、あとちゃんぽん、ちゃんぽん、それから皿うどん。皿うどんがこれうまかったね。美味しかった。皿うどんのパリパリのやつと皿うどんのあのちゃんぽん麺のね、そう、細いのと太いのねを2人が食べたけど、うん、まあどっちも美味しかったね、うんうん、で大村には素晴らしい図書館があって、そう、未来オンやったっけ、未来オンやったかな、うん、めちゃくちゃいい図書館で、図書館ほんと最高。旅の中で私たち結構図書館に、うん、まあ、寄らせてもらうことが多いんですけど、うん、九州一です。九州一出た。間違いなく大村市未来オン図書館は九州一番です、うんうん、すごいよねあそこ、うん、一日折れるよな。いや、都城の図書館もまあいい勝負するけど、すごかった、そこもすごかった。あと、まあ、まあ忘れちゃならんのは天草ね。天草の図書館もめっちゃ良かった。天草市の本土にある図書館、うん、あそこも最高。まあ ベスト3かな。そうやね、スポーツチョイス、うんうん、図書館ベスト3は多分九州ではそこです。今進みつやな、うん、どこもまあ素晴らしい図書館ですけど、うん、未来は素晴らしい。すごいね、びっくりしたな、入った時びっくりした。もう勉強するのはもちろん、うん、仕事するにもいいし、いいね、本読むにはもう本当最高。あそこが街にあるだけで、うん、賢い人育つと思うな、うん、あ、こんな環境が整ってたらもう賢くなる、勉強好きになる。いやと思いますね、うん、で街の印象がやっぱ上がるよね。上がる。だってそれだけ教育に力を入れてるってことや、うん、教育に力を入れてるってことは、うん、未来に力を入れてるってことや、すなわち子供の教育をどんだけ大事に思ってるかってことやけど、うん、図書館、いい図書館がある街は勢いがある、うん、総じて明日も一日楽しみです。おやすみなさーい。なんで最後引っ張った。はい、おはようございます。はい、おはようございます。
あいにくの曇り空ではありますけども、デイキャンプに行こうかということで食材を買いに行きましょうか。はい、東そのぎの道の駅がもうめちゃめちゃ好きなんですよ。はいはい、何がそんなにお気に入りなんですか。まず見てください、この情報休憩施設、はい、ここがお手洗いと休憩所があるんですけど、めちゃくちゃ綺麗。ここは24時間立ち入れるんよね。そう、夜中にトイレに行っても、はいはい、電気がバーって明るくつくから、うん、安心感が違う。安心感あるよね、うん、はい、このような休憩施設、それからあそこにはね、インフォメーションもあります。ご自由にお弾きくださいのピアノまであります。お一つどうぞ。誰でも演奏していいんこれ。そうよ。嘘。見てよ。あ、そうなんや。10時から17時の間だけどね、これ。綺麗なトイレがね、うん、僕にはありますということで、なんか売りさんが入ってるなこれ。なんかね、ほら。おお。よし、じゃあ道の駅の方に行ってみましょう。はい、できたらいきなりもうこういうね、そのぎ茶ソフトクリームとか売ってる売店があって、茶茶福ってこれ美味しい。あ、茶茶福ってあれじゃん。お茶の大福ね。あとこのそのぎ茶ソフトクリームがめっちゃうまいって昨日食べてる人が、昨日みんな食べてなかった、みんな食べてた、めっちゃうまいって言った。そうなんや、はい、今日はあるんでしょうか。はいはい、今日は食材があるんでしょうか。あ、お肉とかはでも結構ありますね。エイはさすがに調理できる自信がない。入ってないね。あらー、あんまりないですね。前見た時はね、すごいいっぱいカニとかカキがあって、それ食べようと思ったのにな。あ、残念。ねえ、残念。カニとカキが食べたかった。しいたけ買いましょう。はい、はい、美味しそうなお弁当もいっぱいやな、うん、でっかこのシウマイ弁当かわいいな。嬉しそう。美味しそう。惣菜お弁当の方豊富だよね。フリカがあるじゃん。鶏皮食べた。大好きな。あら、かわいい。いなり寿司。桜餅4つ入って360円だよ。お買い得だよね、これ。コッパ餅っぽくない？コッパ餅っぽいな。なあ。あ、でも突き立てかんころ餅って。かんころ餅だ。かんころ餅っていう言い方は大分と一緒やけどね。これ美味しそうやん。ああ、買う？いいよ。うん。はい。では道の駅そのぎのショーを出まして、これから大村市の野岳湖公園に向かいます。ここから12キロ18分ぐらい。はい、はい、お願いします。中央サイトの方ですね。バーベキューの受付はここ。ここです。管理事務所があります。受付お邪魔しました。はい、ここが管理事務所ですね。テントとタープを借りる場合は有料みたいなんですけど、うん、バーベキューをするだけの場合は無料みたいなんで、うん、その場合もでも一応受付だけをするみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。はい、デイキャンプバーベキューする場合は利用時間は3時半までで、受付が1時までですんでね、うん、施設使用料はこんな感じです。バーベキューのサイトまでがちょっと離れてるので、この移動が大変ですね、割となので今日は炉端焼きを使います。今日は炉端焼き大将で行きますあ、違う、炉端焼き器炙り屋や、これ大将じゃなかった。足元注意していきましょう。はい、ちょっと距離がありますね。そうですね、あのキャンプのコロコロの荷物運ぶやつあるやん。ああ、あれがあったらね。あれあっても階段は使えないからね。いや、あっちからこうスロープがあったよ。スロープあった。ちょっと遠回りにはなるけど。あ、そうなん。スロープは一応あることあります。あ、本当。おお、いいとこです。ここかい。ここえんちゃう。湖の中に突き出しているような感じのサイトですね。すぐ近くに大村サーキットっていうのがあるみたいで、車を走らせている音がたまに聞こえます。ここが温水シャワー室ですね。アウトドア活動大丈夫ですか。アウトドア活動はまあ苦手ですこの椎茸はだいぶ大きいですね。もっと大きいやつもあったね。あったね。
じゃん、出ました、雲仙ハム。出ました、雲仙ハム。みんな大好き雲仙ハム。今日はでもちょっと違うやつを買ってみたよね。うん、雲仙高原 POS って書いてるやつ。 POS 少し安いよね、そっちの方が。いつも買いよるやつより100円ぐらい安いかな。ちょっと食べてみましょう、どんなに違いがあるか、はい、これどこでも買えたらいいのにな、本当なあ。なあ、全国に売ってるんかな。いや、長崎でしか見らんよ。めちゃくちゃうまいんやな、これ。お腹すいた。お腹すいたな。うん、豚バラ焼いていく。それ道の駅そのぎのショー。うん、ふぅ、おにぎり。ポダ電の充電が 0% だったので、終わってたのでご飯が炊けませんでした。スーパーで買いました。でかい椎茸、ズッキーニ、これも道の駅で買いました。ちっちゃズッキーニ。ふぅ、楽しみ。いいとこですね、うん、いただいちゃいます。あっこい、うまっ、焦げよ焦げよ。あー、やべやべやべ、うん、うん、うまっ。手羽先が場所を占領するよな。あー気持ちいいな。幸せ、幸せすぎる。鶏皮、そのぎのショーで買った、うん、鶏皮。へえ。唐揚げ大好物の。うん、見た目は一緒やんな。見た目は一緒やけどね。うん、キキ雲仙ハムができるんやろ、長崎の人は、うん。お、行きますか、そろそろ。行きます。はい。うまあ、どう違う？あ、まあ違うのは分かる。あ、違う、うん。これはこれで美味しい。こっちの方がなんか肉感がちょっと強い気がするな。へえ。ペッパーの風味が強くする感じかな。同時に食べてないけん、分からんけどね。いや、でもやっぱりあっちの方が俺は好きかもしれんな。これはこれででも全然美味しいよ、十分。なんかこっちの方が粗い、ザクザクしてるやろ。うん、どっちも美味しい、全然。うん、どっちも好き。これもシュシュで買った無農薬の茶。美味肉がうまいのか、この外で焼くのかが美味しいのか、環境が操作してるのか、なんだろう、素材が操作してるのか。うん、うわ、それも私いただきます。うん、パリッパリやろ。うん、はい、ということで、はい、美味しかったね、バーベキュー美味しかった。楽しい2日間でしたね。はい、はい、では本日もここまでご視聴くださいましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。ほいたらー。飛行機だね、さすが空港の街。